来たか、エーデルガルト。ここが貴様の死に場所だ。貴様らが奪い、踏みにじり、そして目を背け続けてきたものを、ここで全て返してもらおう。この戦いで王国軍の主力を殲滅する。国王ディミトリはもちろんのこと、敵将は一人残らず討ち取りなさい。敵が何を企んでいるか分かりかねます。注意して軍を進めましょう。それにサイロス騎士団が姿を見せていません。いつ戦場に現れるか、かなりの注意を払った方が良いかと。いよいよ王とフェルディアに殴り込みか。腕が鳴るぜ。何が楽しみってよ、ディミトリの野郎と直接やり合えるかもしれねってことだな。奴はとんでもねえ怪力だったろ。一度力比べしてみたかったんだよ。嵐の王だかなんだか知らねえが、こちとらレスターの格闘王だ。見とけよ、俺のこの両の腕であの野郎を地にねじ伏せてやるぜ。俺はもう誰も死なせない。何一つとして貴様らに奪わせはしない。今度こそ俺は守ってみせる。ますます盛んというわけか。情を広く見なくては。残念だ。お前ならば陛下を理解してくれると、俺はそう思っていた。導いてみせる。与えてもらった仇討ちの機会だ。無駄にはしねえよ。差し違えてもな。さあみんな、ここからよ。増援が到着したわ。砦から増援、厄介ね。敵将を撃って砦を抑えましょう。せっかくのあの者を消し去る機会に出遅れてしまうなんて。この深い雨、お母様が嘆いておられるのでしょうか。ご覧になっていて、私が必ずや取り戻してみせますから。さて、かかってきな。俺も負けるわけにはいかないんだね。
逃げるんだ。すいません、陛下。俺好きって待ってます。ありがとうシルヴァン。俺も必ずお前たちのところへ行くから。国が私たちと戦うなんて悲しいわ。これが戦争なのね。そんな戦争を引き起こした皇帝にどうして加担するのかしら。よっしゃ。巻き込み死なせたのは俺だ。戦場を広く見なくては。先生、なぜエーデルガルト、人の命を踏みにじる畜生の道を選んだ。残念でならない。お前を殺さねばならないのがな。信じる者のため。まだだ、まだ死ねない。俺はまだ。せっかくのあの者を消し去る機会に出遅れてしまうなんて。この深い暗、お母様が嘆いておられるのでしょうか。ご覧になっていて、私が必ずや取り戻してみせますから。まずいかな。終わりにしましょう。
の盗人に負けたというのですか。許さない。いけません、レア様、今はお引きください。くっ、せっかく与えてもらった仇討ちの機会を無駄にはしねえよ。差し違えてもな、騎士の旗に栄光あれ。陛下、どうかご分を、どうか我が巣の。バカな王国兵が魔獣に、まさかタレスが。いや違いますか、これはもっと単純な。あれは妄想石。なぜ俺が彼らに紋章石を与えました。城の宝物庫に保管されておりましたので。お前なぜそんな真似をした。答えろ。ここで負ければ王都は落ちる。皆望んで紋章石を受け取りました。望んだなどと、彼らの死に勝利をもって報いる。はっ、どこまでもお供いたしましょう。頃合いだな。陛下、必ず本懐をお遂げください。我が同胞の戦王陛下の仇を。俺はずっとあなたのおそばに。デル、ああ、最後まで俺はお前の隣で戦おう。お前と共にある限り、この槍の前に敗北はない。さあみんな、ここからよ。増援が到着したわ。砦から増援、厄介ね。敵将を撃って砦を抑えましょう。先生、なぜエーデルガルト、人の命を踏みにじる畜生の道を選んだ。残念でならない。お前を殺さねばならないのがな。まだ死ねない。俺はまだ。バカ野郎、もう下がれ。でもあの傷じゃもう。お引きください陛下。ダメだ、まだ死んではなりません。拙
せっかくのあの者を消し去る機会に出遅れてしまうなんて。この深い暗をお母様が嘆いておられるのでしょうか。ご覧になっていて、私が必ずや取り戻してみせますから。残念だ。お前ならば陛下を理解してくれると俺はそう思っていた。これで決める。陛下、どうか生きて。あなたを殺したくないのよ。できません。お姉様を撃ってでも成し遂げればならないことがあるのです。そう、仕方ないのよね。あの頃に戻れはしないんだから。先生、俺後悔してるんですよ。あんたを殺す前に一度きちんと口説いておくべきだったって。やっ、こちらのところへ行けるんだな。陛下、陛下。そう叫ぶな。陛下、家族も仲間も故郷も本当に大切だったものは何一つ。いえ、少なくとも俺はあなたがいたからこそ今日まで生きてこられた。この9年あなたと共にあれたことが俺の誇り。何にも代え難い幸福でした。俺は顔を物
よかった。さぞお疲れでしょう。安心してお眠りください。陛下。教団は引いたか。だが俺たちに引く場所などはない。皆奮戦せよ。ファーガスに勝利を。